新たなメンバーを迎えた G7 において率直な意見交換を行いたいと思います。自由民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値で結ばれた G7 の強い結束を示していく、そういうサミットにしていきたいと思います。また北朝鮮の問題は今や東アジアだけではなく世界にとっても重大な脅威である、その認識を共有し、この北朝鮮の問題について G7 で一致結束して毅然として対応していく、そのための議論をリードしていきたいと思います。そしていかなるテロも G7 の強い結束とそして意思をくじくことはできない。先のマンチェスターにおける悲惨なテロを受けて G7 として断固としてテロに立ち向かっていく、その決意を表明したいと思います。そしてテロとの戦いにおいては国際社会の連携が極めて重要であります。そのためにはテロ等準備罪処罰法の成立が必要です。参議院において政府として丁寧な、そしてできる限り分かりやすい説明に心がけ、確実な成立を期していきたいと思います。